阪神が取った併殺数。113、混乱阪神ちゃう。カッチカチや。佐藤の魔送球アウトにしすぎや。これ打たせるピッチャーも優秀よな。でもチームの失策数はトップやん。けど併殺数はセリーグトップやねん。大山マジでうまいもんな。やっぱり外野専門より内野守れる土台正義だわ。去年も117だから数自体はあんま変わんなさそうだけど印象がだいぶん違うな。けど現時点でリーグトップの併殺数やで。すごすぎやろ。失策は同じ試合同じイニングで複数回しなければ問題ないわ。併殺を取った数、取られた数。チュニドラは中日、100、148。糸原は代打の切り札にしたらめちゃくちゃ機能してんの草。コントロールみんないいから狙えるのもある。ファースト大山が聞いとるな。